どうもー、明日真奈です。ハロー、日誌です。違うだろお前。え、違うだろお前、明日真奈だよ。近藤春菜に間違えた。ちょっと待って、はい、11月9日です。はいはい、10時間ぐらい寝てましたね。寝たよ。まあ、昨日ね、ちょっと体調悪かったからね、はいはい、すげえ寝ようと思って寝たら、うん、寝れた、ちゃんと。よかったです、ね、体調良くなったみたいで、うん、はい、さあ、今日もね、うん、晴れてますけど、今日も寒そうっすな。寒いだろうな、うん、晴れてると余計に寒いもんな、この時期。そうですね、うんうん、よし、僕はもうホールチェック行ってきます。はい、はい、ぜひお願いします。はい、できればね、もうホールチェック行く前から11月11日は暑い予感がしてるんでね。お、あさって。あさって。はい。だから、あ、あさってでか。あさってか。9日、あさって。うん。なんとか今日明日で決着をつけていただきたいなと思ってます。動画？はい。まあ、全勝します。はい。全勝します。頑張ってください。はい。頑張ります。はい。はい、今日のなんかあります？今日の、はい、今日の目標は、今日のご飯は、うん、餃子以外を食べます。オッケー。はい。友達が来てくれるみたいで行きましょう。行きましょう。はい、行ってきます。です。はい、どうも。今日の振り返りでございます。はい、はい、うん、様子が違いますけど大丈夫ですか？酔っ払ってます。いやいや、一杯だけでしょ。だってだそうなのよ。もう本当にね、みんなが自他ともに認めるほどのね、酒の弱さなんですよ、結構。うん、お願いしますよ。僕もう飲ませた方がいいですからね。この後も編集してもらうとか困っちゃうんですけど、うん、もう飲めません。いや、もう飲ませる気はないですけど。そうだな。編集をしてくれ、はい、大丈夫、編集はちゃんとやりますから。はい、ね、お任せください。はい、うん、今日はですね、お茶ったもんせん、今日なんだ急に。すいません、どうぞ。ちょっといや、さっきなんかね、なんか方言の居酒屋に来たんですよね。お茶ったもんせん、お茶ったもんせん、鹿児島県の、うん、方言でどういう意味か覚えてますか？覚えてません。覚えてないかい。失礼します的な意味だった気がするけど。あー、みたいなこと言ってましたね。うん、うん、はい、うん、どうでもいいんです、その話は。はい、今日は西野さん編集してもらったんですけど、うん、僕は、ここ、うん、栃木の宇都宮ですね、うん、ホールチェック行ってきました。はい、はい、で、まあ状況の前にですね、なんと今日1日で2回も潜伏確認をゲットしたんですよ、僕。あ、それな、うん、すごいよね。そう、うん、びっくりした、うん、しかもそんなに潜伏になる、知ることない、僕今まで知ったことないです、うん、はい、ルパンラストゴールドの、うん、朝閣とその後潜伏確認のある可能性があるって言って、まあ、ほぼ間違いなく潜伏確認だったと思います。ああ、もう拾ったんですよ。はあ、うん、すごいね。そうっすね、はあ、はい、まあ、これで運がいい、こいつただ運いいだけだろうと思うかもしれないですけど、うん、これは僕が知識で勝った勝利です。うん、はい、まあ、で結果、2時間ぐらい打ってですね、2台合計、うん、プラス3万ぐらいになりましたね。すげえ、素晴らしい。父ちゃん稼いできましたよ。素晴らしいよ、ありがとうございます。うん、いいよ。で、朝は朝閣、朝一閣員っていうランプがあるんですよね、うん、平和さんの代で、ここが光ってたら、うん、もう朝一内部核炎状態、うん、見た目では分からないんですけど、うん、内部的には核炎状態ですっていうランプがあるんですよ、うん、そこが光ったので、うん、僕も綺麗に二度見しましたからね。みたいな。ルパンで落ちてるみたいな感じで、ね、うん、はい、で、まあ、そこはちょっと投資かかっちゃって6500円で、まあ、120回ぐらいでやっと当たって、うん、まあ、単発だったんですよね。うん、うん、今しょうがないかなっていう感じだったんですけど、うん、で2店舗目は、もう朝閣とかじゃないんですけど、ランプ見ても分かんないですけど、うん、ルパンって単発引いた後は、で画面が雷雨モードだったら、もしかしたら内部的に潜伏の可能性があるんですよ、うんうんうん、データ見てもう2年以上だったらもう潜伏の可能性なくなります。電柱で当たったら、なぜなら電柱で当たったら
あの必ず各編地は電サポがエンドレスでつくので、うーん、そうだから単発で、あ、終わってるなっていう僕見ました。で、うん、画面がライオンモードでした。まあまあ順番的には逆ですね、画面がライオンモードだった、うん、で上見てデータ見たら単発だった、それがそのライオンモードになるから、うんうん、これは潜伏の可能性あるなと思って、はいはいはい、打ったら、案の定1500円でヒット、はあ、うん、で7年ぐらいかな、うん、したと、はあ、で、弾は、で、弾が1万1000発ぐらい取れたのかな、素晴らしい、そう、はあ、本当にうまいね、めちゃくちゃ美味しい状況だよね、うん、まあ、知ってたらこそだと思うけどね、そう、だからこれを知ってるか知ってないかで終始大きく違いますからね、本当に、うん、うん、いや、すっげえ、それはすげえ、だから、まあ、今日真面目な話ですけど、うん、僕も言うとも結構酔ってるんですけど、カラオちゃんも弱いからな、うん、うん、はい、まあ釘読む力とか、うん、まあ技術力とかいつも中心に話すんですけど、うん、こういう知識を持ってるかで、うん、あの大きく変わります、うん、はい、ぜひ皆さん、まあそのねメーカーごとのね、うん、朝一潜伏確変ぐらいはまあ覚えておいた方が、収支は上がりますよと、うん、いうふうに思います。そうですね。はい、ちなみにさ、あ、質問なんだけどさ、はいはい、うん、ライオンモード単発で潜伏の可能性があるって話じゃん、うん、どれぐらいの可能性なのそれ、確率的に。いや全然ないと思いますね。あ、全然ない、もう多分 10% ぐらい残ってるかなっていう感じだと思います。あ、マジで、うん、そんな感じなんだ。なぜなら通常時に当たって、うん、電サポがエンドレスでつく確変もあったりするので、あ、はいはいはい、電サポ抜けての確変の割合はそんなに少ないんですよ。はあ、うん、あ、じゃあまあ薄いとこだったんだね、じゃあね。そうだからまあ僕もその2回目打った時はツイッターでまあ多分潜ったりないと思いますけど、一応そのライオンモード抜ければもう潜ってる可能性はゼロになるので、はあ、ライオンモード抜けるまで打ちますって言ってたら、うん、なんか極めライオンモードっていうね、ってえ、これ入ってんじゃねえってみたいな、はいはいはい、感じでいただきますね。ああ、なるほどね、そういうことだったのか。はい、ありがとうございます。はい、あと大丈夫ですか、質問、あと質問ですか。はい、質問はあと大丈夫です。あ、1個あった、1個あった、ありました。はい、はい、あの今日ツイッターでね、はい、あとフェイスブックか、うん、でね、投稿してましたけどはい、目標5つ、はい、うん、クリア あるんですけど、それはね、うん、あの一つクリアできなかったごとに無人島で過ごしますっていう、うん、ああ発表しましたね、はい、はい、あったと思うんですけど、はい、あの本当に彼女できるんですか、そこ、いや、そこ、そこ心配してたんですか。いや、そこ俺一番心配してるから、そこよ、夜でしょ、だって一緒に聞いて僕の魅力に気づけないですかこんな男性がいたらみんな女ほっとかないでしょ。そうなのかね、やっぱね、はい、そうなんだ、まあ、今チャンスですよ皆さん女性の皆さん、はい、そうね、はい、魅力的ですから、うん、ね、ぜひ情熱あふれる女性連絡ください、はい、僕に。情熱、情熱が必要なの、はい、もう奪い合いになると思うんでこれは。ああ、なるほどね、バチラバチラ的になると思うんで、はい、チャンスですよこれが。面白いね、もうすぐバチラーみたいな番組にシフトチェンジしていきますからね新番組が楽しみですね、うん、まあ、いいですか、はい、大丈夫、そんなにいいですか、はい、あと、まあ、肝心だけホールチェック別に潜伏見に行ったわけじゃないんですよ僕はそうね、そうね、ホールチェックして思ったより良かったですが、うん、状況、うん、3.63 円交換って、まあ、福島より交換率が上がるのでどうなのかなと思いましたけど、うん、思ったより調整良さそうだったので、うん、はい、なんとかやっていけるんじゃないかな、うん、打ってみなきゃ分かんない部分はありますけどね、うん、いいっすね、はい、早くパチンコ打ちたいです、打ちましょう、だから編集頑張ってください。そうな、いけるようにしましょうよ、うん、11月11日1111、かなり暑そうなね、うん、日だっていうのは結構いろんなホールで書いてたんで、うん、はい、この日世の中で何ていう日か知ってる、え、世の中で何ていう日か知ってる、ポッキーですか正解かい逆にすみません、いいですか、はい、以上です、はい、じゃあバイバイ、はい、バイバイ、チャンネル登録してね、チャンネル登録して